谷田ゆりかです。神奈川県出身です。ベストスコアは63です。得意なクラブはサンドウェッジです。今日は、気温が低くて縦距離をしっかり合わせてバーディーを取っていきたいと思います。北堀朝日です。群馬県出身です。得意クラブは58度です。ベストスコアは67です。今日の抱負はアンダーで優勝できるように頑張ります。よろしくお願いします。はい、頑張ってください。ありがとうございます。柳沢好美です。東京都出身でベストスコア68回です。得意クラブはドライバーで頑張っていきたいと思います。お願いします。はい、頑張ってください。どうぞ。吉田菊花です。宮城県出身です。得意クラブはユーティリティです。優勝目指して頑張ります。はい、頑張ってください。谷田ゆりか選手、1番ホールティーショットです。フェアウェイ右にナイスショットです。北堀朝日選手、1番ホールティーショットです。朝日選手だよね。北堀です。北堀、はい、あ、すいませんすいません、北堀朝日選手です。ちょっと右に出てしまいました。右ラフですが、1番ホールは右の方が2打目狙いやすいです。柳沢好美選手、フェアウェイ右側、超ナイスショットです。ベスポジネス。吉田菊花選手、ナイスショットです。ベスポジです。ナイスショット。今日は雨なので6インチ動かしていいルールになっております。スルーザグリーンです。お、木の上を来ました。左側に乗るか、ここからのショットとしてはナイスショットでした。左にナイスオンです。吉田菊花選手、残り150ヤード弱、木は問題ありません。ナイスショットです。ナイスオン。谷田ゆりか選手です。残り約130ヤード、ナイスオン。バーディーチャンスです。ありがとうございます。ナイスオン。柳沢好美選手、セカンドショット125ヤードです。ちょっと右に出てしまいましたが、距離は足りてるか。ちょっと右に外してしまいました。柳沢好美選手、砲台グリーンに乗せる難しいアプローチです。いい感じでいきました。なんとかここはパーで抑えたいところです。北堀朝日選手のバーディーパットになります。今日は雨で濡れているので、どのぐらい曲がると読めるかがポイントになると思います。読み切れませんでした。というか雨に濡れていて強弱の判断が難しいです。吉田菊花選手、約8メートルのバーディーパットです。これもスライスラインです。結構強く打ってきました。それでもショートです。ご
この雨で濡れたグリーンのスピードに合わせるのが勝負のポイントになると思います。惜しい、ちょっとボギースタートとなってしまいました。谷田ゆりか選手、一番短いところにつけました。バーディーパット、フックラインだと思います。下りのフックライン、強弱が難しいところです。フックの曲がり具合を読み切れませんでした。さあ柳さん、小海選手です。しまいました。ボギーとしてしまいました。ナイス。ナイスパー。383ヤードパー4です。こんな形で打ち下ろしの左ドブになってます。吹き流しの左が、狙いになってます。谷田ゆりか選手、2番ホールティーショットです。右からドローがかかり、フェアウェイ右側にナイスショットです。吉田菊花選手、2番ホールティーショットです。これも右からドローがかかり、真ん中にナイスショットです。北堀雅樹選手、フェードヒッター左に向けて、真ん中から右にフェードがうまくかかり、フェアウェイ右にナイスショットです。柳沢好美選手、ストレートのボールでナイスショットです。柳沢選手、吉田選手、北堀選手、3人ともフェアウェイ真ん中、残り150ヤード地点です。池越えのセカンドショットになります。ドローがかかって距離が届くか、ナイスオン。ピン右手前にナイスオンでした。ピンに向かって飛んでいます。距離はナイスオン。ちょっと左に引っ掛けてます。距離的には足りてるか、ナイスオン。さあ谷田ゆりか選手、一番飛んでおります。140ヤード前後だと思われます。ドローがかかってピンに向かってっていますが、距離的にはナイスオン。ピンハイです。バーディーチャンスです。2番ホールは4人全員2オンに成功しました。最初は吉田菊花選手からのバーディーパットです。上りのフックライン、これ問題ないでしょう。これも同様フックライン上りだと思います。打ち切れるか、まあこれも大丈夫でしょう。選手皆さん、なかなか上りのライン打ち切れてないようです。
まあ下りのラインは登したくないというところもあるのでしょうが、越えないと入りません。ナイスタッチ。ナイスパー。谷田ゆりか選手、珍しく一回ピンを抜いてから距離を見、またピンを入れるルーティンのようです。ここからはフラットだと思います。フラットちょい上りのフックパット、フックを読み切れるか。読み切れるか、打った。ちょっと大きくなってしまいました。下りのパットが残っております。ナイスセーブ、ナイスパー。果敢に攻めてオーバーしましたが、返しのパットをきれいに入れてパーとなりました谷田選手でした。さあ吉田吉佳選手、ナイスパー。さあ柳沢好美選手、パーパットです。3番ホール、150ヤードと表示出てますが、今日のピンポジは136ヤードです。バンカーに囲まれたパー3の若干砲台グリーンになってます。谷田選手、ドローがかかってナイスショットです。ナイスショット、ありがとうございます。吉田吉佳選手、ティーショットです。これもドローがかかってピンに向かってまっすぐ飛んでます。ナイスショット。北堀朝日選手、ティーショットです。ちょっと左側に出てしまいましたが、手前に落ちたようです。柳沢好美選手、ティーショットです。ちょっとドローがかかりきらず右にちょっと外れてしまいました。さあ北堀朝日選手、約15ヤードの寄せとなります。下りのフックラインですね。さあ寄せ切ることができるか、かなり早いと思います。ちょっと引っ掛け気味でした。ナイスショット、ナイスショット、ナイスショット、ナイスパパターできました。あーちょっと強い、ちょっと強かった。さあ柳さん、好美選手、下りのパーパットです。惜しい、ボギーとしてしまいました。吉田吉佳選手、ナイスショットで約1メートル50センチバーディーパットです。ここは確実に決めたいところ。惜しい、ナイスパー。谷田ゆりか選手、ナイスショット、1メートル50センチにつけたバーディーパット、ここは確実に決めたいところです。
ナイスバーディー。ナイスバーディーでした。